ナールスエイジングケアアカデミー、動画でワンポイントエイジングケアのコーナーです。ナビゲーターは私、城山真希が担当させていただきます。私は普段商品企画、デザイン、映像開発、ホームページ制作などを行うプランニングの事務所を運営しております。またお水の専門家であるアクアマエストロという資格を持っており、皆さんにお水を取り入れたライフスタイルの向上をご提案するアクアライフプランナーとしても活動しております。これからこのアカデミーを通して皆さんと一緒に美容に関する正しい知識を数多く勉強していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回のテーマはプロテオグリカンです。最近本なども出版されて、エイジングケアで話題のプロテオグリカン、名前を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。プロテオグリカンはもともとお肌の真皮にある成分で、タンパク質と糖が結合してできた成分です。そんなプロテオグリカンは現在では化粧品やサプリメントでも使えるようになったんです。プロテオグリカンの原料は鮭の鼻軟骨。かつては技術的な問題もあって、価格はなんと 1g3000万円、幻の美容成分と言われるほど高価なものだったのですが、今では100分の1ぐらいまで下がってようやく普及するようになったのです。とは言っても、とても高価なエイジングケア化粧品成分です。ではそんなプロテオグリカンには一体どんな効果があるのでしょうか。優れた保湿効果、コラーゲンを増やす働き、ヒアルロン酸を増やす働き、 EGF のような作用、クッションの働き、抗炎症作用と抗酸化作用、これらの6つがあると言われています。中でも化粧品として最も注目するのはその保湿力。プロテオグリカンはヒアルロン酸に劣らない高い保湿効果があります。またヒアルロン酸よりベタつきが少なく、サラッとしているので、さっぱりタイプがお好みの方にはヒアルロン酸よりも使いやすいエイジングケア化粧品成分です。高い保湿効果を期待しつつ、さっぱりタイプのエイジングケア美容液を選ぶ場合なら、プロテオグリカン配合の美容液がおすすめです。他でもコラーゲンやヒアルロン酸を増やす効果があるのもとても嬉しいですよね。そんなプロテオグリカン配合のおすすめの美容液はナールスネオ。プロテオグリカンだけでなく、ナールスゲン、ネオダーミル、セラミドも配合のエイジングケア美容液となっています。ぜひ目元や口元など乾燥しやすいパーツに使っていただきたい美容液です。テクスチャーはこの通り、伸びる乳液のような感じで、ものすごく伸びが良いのが特徴です。ほんの一滴でこの手の甲にもいっぱい伸びていきます。目元と口元だけなら朝晩で2ヶ月、顔全体なら1ヶ月はしっかり使えます。プロテオグリカンについて詳しくはナールスエイジングケアアカデミーにアクセスして、プロテオグリカンの効果は保湿とエイジングケア化粧品の要、こちらをご覧くださいね。ナールスエイジングケアアカデミー、動画でワンポイントエイジングケアのプロテオグリカンのコーナーでした。